Hey, what's up? キャプテントラジローです。今回はフリーカンパニーでオフ会して悲惨な結果になった非河川というテーマでお送りします。質問相談いただいているので読み上げます。トラジローさん、こんにちは。以前リムサロミンさんで出会った時に一緒に SS 撮らさせていただいたものです。あ、その説はありがとうございます。いつも楽しく動画拝見させていただいています。トラジローさんに相談があります。私は現在フリーカンパニーのサブマスターをしているのですが、2ヶ月前に FC に入ってきた女性プレイヤーの方、かっこ A さんとしますの接し方、対応の仕方についてご質問したいです。うちの FC はボイスチャットありで、 FC 名の性別はすぐに分かる状態です。2ヶ月前に A さんが入ってきてすぐ FC 名の男の人、かっこ B さんとしますに通話して、すぐ個別チャットや通話で A さんが B さんに好き好きと言っており、B さんもその気になって A さんにゲーム内外で散々貢ぎ、 A さん B さんを含めたオフ会で付き合うか決めたいという連絡をいただいていました。かっこ事情の知らない FC 面でも通話ですぐに分かるくらいラブラブしてました。1ヶ月後 FC でオフ会をしたところ、 A さんから言い寄ってたのにもかかわらず、 B さんの見た目が気に入らない、生理的に無理と言って B さんは捨てられ、 FC を辞めていきました。この時のことはお互い悪い部分があったとして、特に FC からなんかすることはありませんでした。ですが最近 FC に新たに若葉の女性プレイヤーが入ってきました。すると A さんは他の女性プレイヤーにマウントを取りまくっており、過去私の方がスキル回しできてるとか、彼女のミラプリはセンスがないとか、さらにうちの FC では毎週みんなで地図に行くのですが、 FC の集まりで地図でレアアイテム、かっこエメトセルクやヒトロダイウスが出た時は FC マスターにロットを譲り、 FC 運営費、かっこハウス代やハウジング代、 FC メンバーみんなの新式代などにするという約束で集まってますが、2回ほど地図でレアアイテムを出した時、他の FC メンバーパスしているのにもかかわらず A さんがロットをしてきたのです。そしてその時のマスターがロット勝ちして事なきを得たのですが、その後も A さんは通話で、あの地図は私の出した地図だからミニオンを返してほしいと言っています。今まで他の人の地図でマラコスコットンや羽などのレアアイテムはフリロで A さんももちろん持っていってます。こういったことが重なり、 FC で A さんに注意をしてほしいという声が寄せられていますが、マスターも私も A さんみたいなタイプは初めてなので、どう対応していいか分かりません。FC 面からは男女ともに A さんの脱退を求める方もいます。私はサブマスというポジションですが、 A さんはどう対応したらいいのでしょうか。無言で FC を辞めさせることもできるんですが、話し合いで解決した方がいいのでしょうか。トラジオさんは問題のある FC 面を無言で辞めさせることはあるのでしょうか。一言言ってから辞めさせるのでしょうか。トラジオさんだったら A さんをどうするのか意見をお聞きしたいです。これまあまあえぐいの来たな。まず一つ目の質問に答えるんですけども、トラジローは問題のある FC 名を無言で脱退させることはあるのかということについて、まずいくら問題があったとしても無言で脱退させることはありません。すぐにね、除名したとしても問題解決にはならないので、なぜそのようなことになったのか、原因や要因をなるべく突き止めてから判断をするようにしています。そこで改善が不可能なのであれば、致し方なしだけど抜けてもらうっていうパターンもあるし、協力できることはして改善していけそうなら他の人たちとも相談して一緒にやっていこうっていう話をします。ただ基本的に出入りは自由にしてるんで、来るもの拒まず去るもの追わずなので、抜けたり出戻りも好きにしていいよっていう話はしてます。そして今回の本題の質問2つ目、トラジローならこの女性 A をどうするかっていうことなんですけども、今回の話を要約すると、まず FC に新人女性 A が加入してきたと。でこの FC はボイチャありきであったと。でこの女性 A は男性 B に好き好きとも連呼していたと。で B はその気になって貢ぎ始めたと。でいざオフ会を実施してみると、女性 A が男性 B に幻滅したと。でこの男性 B は捨てられて FC を脱退していったと。でこの件に関しては互いに悪いからと、 FC としては何もなしと。でこの女性 A は新人若葉にマウント発言をしてると。であとは FC 資金をよこせと言ってくると。でメンバーから苦情が殺到して、質問主はサブマスターで、マスターと共にどう対応していくか迷っているっていう状況で、改めてまとめると結構えぐいなっていうことで、まず、A と B の2人の恋愛事情については、勝手にやってくれっていう話なんで、特に言及がないっていうのも分かります。で基本会ったこともない人を本気で好きになるってことはないと自分は思ってるんで、これに関しては自己責任と言ってもいいと思います。ただ男性 B だけには言いたい、どんまい、女性は世界に35億人いるぞ。で話を戻しますが、オフ会に関しては2人だけではなくて FC として開いたのがまずかったのかもしれません。恋愛の話があるってことだったんで、1対1であって話を終わらすのであればまだしも、 FC という規模でやっちゃうと少なからず多くの人の目に入ることになるので、問題が大きくなりやすくなります。なので2人が付き合うかどうかの話を事前に聞いていたのであれば、2人の間で話を決めてから全体でやりましょうっていう話をした方が良かったでしょう。 MMO とかオンラインゲームって
仲良くなったフレンドと結構長い時間を共に過ごすことになるので、どうしても感情的になってしまいがちですが、この女性は A がね、もうあからさますぎるのと、この手のタイプはね、多分治らないと思うので、この先また同じことが繰り返される可能性も高いので、一応当人の話をしつつも改善の見込みがなければ除名するでしょう。あと FC の資金集めに地図をみんなで行くっていう話ですが、おそらくみんなで決めたルールの上で行く話だと思うので、女性 A がうだうだ言うようならば参加しなくてもいいっていう話をすればいいと思います。ルールを説明した上で参加してて、しかも FC 資金に回すものを返せって、まあ、むちゃくちゃにも程があるんで、参加しなくていいっていう旨を伝えましょう。とはいえ、いくら手を打ってももう手遅れかもしれません。改善の見込みがあるからと女性 A を残す場合、他の人数人が抜けていくっていう可能性大です。ことがすでに起きまくってる上に、他の人にマウント取ったり、ミラプリセンスないねというワードは規約でもね、相手を不快にさせる表現の項目で具体例として記載されてるんで、この手のねワードは何かとトラブルになりやすいはずなんで、平然とそういったワードを使う人はそもそも気にしてないんで、まあ、先のことを考えるんであれば今すぐ除名してしまうのがいいでしょう。ただすぐに除名するだけだとトラブルになりやすいので、トラジロー流排水の陣戦法を紹介します。自分なら A さんにこのままだとクビにするという旨を伝え、残りたいのであればメンバーから集めた意見で改善すべきポイントを伝え、誰かに不快な思いをさせてしまったんであれば謝罪して互いに本音を話せる場を作ると提案します。その上でまた一緒にやっていこうぜっていう話をして、そして今後同じことが起きた時点で即除名するという旨を伝えます。でこのポイントはどっちに転んでも現状解決につながるところと言えます。A さんがいなくなることで、まあ、大きな課題は消えますし、逆に改善する姿勢で不満爆発しているメンバーと向き合って話すことで双方納得するっていう可能性があります。ただ後者の方がね、体も心も労力が大変なんで、本人がよほどこの FC に思い入れがない限りは去っていくと思います。まあ、正直これだと女性 A からは、自分自身もね不信感を抱かれるかもしれませんが、他のメンバーのことを考えると時にはこのような判断をする必要もあると思います。で質問主はサブマスターということなので、この辺どうするかはマスターと相談しましょう。最終判断はねマスターが下すことになるんで、せめてサポートしてあげるくらいがマスターも心救われると思います。最後に今後の改善策だけをまとめておくと、ルールを作ること。今回のトラブルを見て思ったのは、ボイスチャットを利用するにあたってこれといったルールがなかったのも原因の一つかと思います。自分はねルールとかいっぱい作るのはあんまり好きじゃないんですが、ボイスチャットに関しては必要だと思います。特に FC として利用するならなおさらです。自分はね FC の運営としてはね、ボイスは運用せずに、ゲーム内もしくはブログなどで文字で残るようにし、できるだけ全体に伝わるようにしています。まあ、この辺はね FC の規模にもよりますが、 FC というねコミュニティである以上はボイスメインの運用は地盤が必要です。もちろん女性 A がとんでも女性ではありますが、ボイスチャットを使うのであれば高確率で恋愛沙汰は起きると思った方がいいでしょう。ルールとかって基本トラブルが起きた時とかに、今後起きないようにこうしようねっていうことで決めていくんと思うので、今回の件を例に何か今後の対策は打っておいた方がいいでしょう。仮に失言とかもね、チャットなら打ってる最中に気づいて手を止めるってこともあるんですが、ボイスだとそのまま言ってしまうっていうこともあるんで、些細な一言が引き金になることもあります。特に恋愛沙汰ではね、2人だけの間にとどまらず周りを巻き込んで大きくなりがちなんで、ボイスありきで今後も交流を広めるなら、恋愛沙汰には一切介入しないなどの対策を練っておくのがいいでしょう。まあ、今後どうしていくかはね、実際のところ、その FC の人たちにしかわからないので、まずは FC メンバーでねみんなで相談して決めるってことも大事かもしれません。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。